コーヒータイム今日ちょっとねいろいろ忙しくてコーヒーひいてね入れてる時間がないんでネスプレッソでね入れたいと思いますでこいつ今日のねコーヒーはこれですフリーフリードインテンソっていうんですかね これ何語イタリア語とかだと思うんですけどちょっと分かんない読み方が分からないじゃーんこの間ねラーメン作ったあの豚骨ラーメンを作った時にねあまりにも酢のラーメンすぎたんでちょっとね あんまり納得いかなかったんでもう一回ね作り直しましたでこの紅生姜うがをのっけて完成ですじゃあいただきますこんにちは j ェイ m o です今日はですねまたプラモデル作り始めたんですけどあのこんなね接着剤を買ってみたんですよこれ これあのクレオスっていうところから出しているミスターセメントスーパーパワーってやつですね。あのプラモデル用のプラスチック系の接着剤なんですけど、まあ、今まで使ってたのがこれね、タミヤセメントって呼ばれるタミヤから出ているやつなんですけど、これもプラスチック用の接着剤で、であとはね、タミヤリモネンセメント。これはね、あのリモネンっていう まあ有機溶剤があれに変わったやつですね。あの、かんきつ類とかに入っている油に変わったやつ。で、これ。これが流し込みタイプね。はい。なんですけど、まあ、今まではね、僕、タミヤセメント信者で、こういう、これ系のね、まあ、これ系は何、どういう接着剤かっていうと、プラスチックとプラス、こう、接着するときに、こういうね、 瞬間接着剤はこいつ自体があのベタベタしてでこの2つ貼り合わせた時にあの接着剤がここをつなぎ止めるっていう役割をするんですよねなんですけどこのねプラスチック用の接着剤っていうのはこいつ自体には接着力がほぼなくてだから肌とかに塗っても別にベタベタしないんですけどまあ多少はね樹脂が入ってるんで 多少はベタベタするっていうのはあるんですけど、あの、主な接着方法っていうのは、こっち、このプラとプラを、両方の面を溶かして、こう、誘着させるっていうで。プラとプラが溶け合わせるから、ものすごくがっちり、あのまあ、溶接されるわけですよ。つまり。っていうものなんですね。で、今回買ったこれは何が違いかっていうとですね、あの、これ今まで、 接着剤塗ってで、有機溶剤でね、プラスチックを溶かすんで、結構ね、乾くまでに時間かかってたんですよね。えっ、ー、と、どのくらいかっていうと、約1日以上、以上なんですよ。1日以上ね、かかってたんですけど、これね、なんと、半分ぐらい。まあ、実際に測ったわけではないんですけど、その乾燥のね、速さがは、 あのものすごく早くなったらしいんですよね。まあ、それだけでね、かなり使う価値があって、どんなものかって、まあ、前々から売ってるのは知ってたんですけど、やっぱり乾燥するの早い方がいいよなっていうので、<laughs> まあ最近ね、またプラモデル始めてっていうので、ちょっとね、試しに買ってみたんですよね。まあ、言っても200円とか300円ぐらいで安いものなんで、まあ、試してみようと思って。今ね、実際に試してみたんですよね。こんな感じで。 まあ、これは塗ったばっかで、まだもちろん乾いてないんですけど、これね、ちょっとプラモのランナーで試してみますか。えー、っとね、こういうところで試してみますけど、これすごいのが、まあ、普通の、まあこ、これも、一応ね、これも流し込みタイプなんですよね。隙間、こういうね、微妙に、こうプラのね、こういう隙間のところに、こういう隙間のところに、 塗ってやると毛細管現象でさらっとしたタイプの、ね、接着剤なんで毛細管現象でその隙間に全部入っていくっていう勝手に、ね、入っていくっていうそういう、ね、やつなんですけどちょっとねこれここに、ね、塗ってみますけどの方がいいかこれでねまずこれねこれ普通の塗ったところわかるかなちょっとちらっと。 っ光ってると思うんですけどこれ普通のタイプこんな感じですよ。タミヤセメントの流し込みタイプですね。で、これがあのこのミスターセメントスーパーパワー。わかるかなこれわかるかなちょっとね、映像だとわかりづらいか。 わかりづらいんですけど、これね、塗った瞬間にすぐ乾くんですよね。めちゃくちゃ乾きが良くて、で、しかも、これ左右、こっちがタミヤの、じゃあ流し込みタイプじゃないやつも一回塗ってみるか。流し込みタイプじゃないやつまあ参考程度にね、ちょっと塗りすぎちゃった。これね、流し込みタイプじゃないやつはね、だいぶ塗れちゃうんだよな。 はい、こんな感じで塗ってみましたけど、こンがね、一瞬でね、乾くんですよね。ていうか、乾くっていうかあの、プラにね、吸い込まれるっていうんですかね。吸収される速度がめちゃくちゃ速いんですよ。で、乾いてるように見えるのかわかんないですけど、でね、一番すごいのが、これね、こうやって3つ比べてみると、まあも,もちろんこれね、まだ、 全然乾いてもないんで、わ、糸引いた。見えるかな <laughs> ベッタベタ、こういうふうにね、柔らかくなんですね。プラを溶かして、めちょーってなって、引っつけるっていう、そういう感じなんですけど、これね、流し込みタイプって今までこういうふうにね、真っ白になっちゃうんですよね。色が、中のね、プラスチックに溶けている樹脂の、あ、まあ樹脂っていうかね、プラスチックに溶けている顔料、 その色ね、色が溶けちゃって、で、発火するんですよ。白くなっちゃうんですよね。変色しちゃうんですよ。なんですけど、それがね、比較的起きづらいなと思って。まあ、多少ね、起きちゃうんですけど、まあ、それはしょうがないとして、結構ね、白くなりづらいなっていう感じがしたんですね。まあ、実際にここら辺とかも塗ってみたんですけど、はみ出してるっていうか、その、この、 合わせ目でね、ボコボコしてるのは、これはね、あの接着剤を溶かして、ぎゅーっと押し付けたから、溶けたところがね、合わせ目からはみ出して、それでボコボコしてるんですけど。というか、これがね、こういうやり方で、この合わせ目をね、合わせ目こうやってなあの合わせたときに、普通にね、ちょっとだけ張っただけだと、しっかりくっつかないっていうのもありますし、あとね、隙間が、ここのね、 つなぎ目のところが分かっちゃうんですよ、こういう風に。なんですけど、ここを押さえたときに、ぎゅーっとめちょーってこの、ね、押し付けてやると、ここのね、隙間のところが少しぎゅーって押されてはみ出すんですね。でそうすると、ここの、あとでそのね、はみ出した部分を削ってやると、ここのつなぎ目がしっかり消えるっていうね。で元々のプラスチック同士がくっついちゃうから、もう平坦なな、ね、プラスチックに見えるっていう風な。 そういうい感じなんですよね前までねはみ出したところがね白くなっちゃうっていうのがよくあ,あるんですよこれ塗ってみてね結構その白ハッカーを抑えられるんであのそれだけでもかなりいいなっていう感じがしましたねあの成形色色を塗らずにこのねカラーのまんま仕上げるっていうとかねかざ飾ったりとかそういうふうなのでまあでも 合わせ目は消したいよっていう人にも結構いいんじゃないかなと思いましたね。なかなかいい。まあ実際にね、やってみますか。これね、一個だけやってないやつがあるんですよ。まあ、実際には、これをね、えっと、こういう合わせ目のところに、まあちょんと置いて、まあ、置いてっていうかね、上なぞってやる感じでもいいんですけど、 まあこれはね、あのー、後で下出るカラーでね、色塗って仕上げようと思ってるんで、まあ、多少ね、はみ出して発火しても特に問題はないやっていうふうには思ってるんですけど、まあ、それでもね、あのー、変色とかはない方が、結構ね、その、はみ出させるために、ムってね、あの、プラをはみ出させるためには結構ね、 多めに塗らないと、しっかりと溶けてくれないんでね。はい、で、これを、ぎゅーっと押し付けると、今からね、プラスチックが、はみ出してきます。このね、はみ出しがしっかりできてないとね、逆に、後で、 この合わせ目を消すのがめんどくさいっていうね。なんで結構重要な作業なんですけど。はい。こんな感じでね。綺麗にはみ出したんじゃないかなと思います。まあ、実際ね、使ってみて、かなり使いやすかったですね。まあ、今後使っていくのはもしかしたらこれになるかなっていう感じがしますね。まあ、もちろん、こういうタイプもね、全然いいんですけど、これがね、一番発火しづらいって、 とは言われてるんですよ白くね、変色しづらいとは言われてて、こ,れ、ね、こんな感じで、まあ、まだ乾いてないとは言え、結構分かりづらいでしょちょっとね、あの濡れた感じがしてるぐらいで、でもこれが少しだけ発火してて、これね、あのスーパーパワーね。で、これはもう真っ白。もう一発でわかるっていうぐらい。 色をこうやると多少ねあの光の加減でこう見えてきますけどもうこんな感じなんですよなんでこれがね一番発火しづらくてっていうのでよくまあ好んで使ってたんですけどこれかなりいいかもしれないですねで早く乾くっていうのがねやっぱり最高ですよまあ正義ですよね あの作業、本当にね、今まで、これとかでやると、本当にね、乾かなくて、次の日、前日に接着剤つけて、ぎって押し付けてから、次の日作業しようかなと思ったら、あのまだ柔らかくて、逆にね、削れすぎちゃって、作業が多くなるみたいな、そういうのがよくあるんですよね。週末とかに作って、まあ、金曜日の夜とかにね、あの接着して、次の日に削って、 で日曜日に塗装するみたいなねそういうようなこともできるんじゃないかなと思いますはい、まあ、全然関係ないけどこれ今作ってるねこれ三国志のグフなんですけどあのー、BB 戦士ってボールジョイント多用してるからこういうねあのー、ビームロットってかあのー、なんだヒートロットみたいなやつこれもね一個一個こんな感じでね ボールジョイントが仕込まれてて、まあ、関節の数はね、そこまで多くはないんですけど、こんな感じで、あの自由自在、ある程度ね、自由に形がね、作れるって相当すごいですよね。まあ、ちょっとね、あの、本体に対してこれ軽いんで、これをぎゅーって伸ばした時に、本体傾いちゃうんかな、傾いちゃわないかなっていうのは心配ですけど、 かなりこういうギミックってよくできてるなってまあ久しぶりにね BB 選手作ったんですけど感心しましたね、うん、ちょっとね下出るカラーをあの積極的に使おうと思って色塗りでねって考えたらやっぱね BB 選手がねちょうどいいんですよねあの作る 手順の少なさっていうのもそうですし、まあ、パーツ数とか、あとね、あの、まあ、低年齢層に作ってるから、結構ね、その、組みやすさが全然違うんですよね。その組みやすさが違うっていうのは、あの、一個一個のパーツを全部くっつけてから、で、後から組み立てるのになんかね、何も考えずにできるっていうのがね、すごくいいんですよ。後付けパーツっていうのがね、あの、ガンダムとかだと、関節とかね、 作った後にその上にパーツかぶせちゃったりとかすると塗装がしづらくてねそういうのも特に考えずに色々作業ができるっていうのはねすごいやっぱ BB 戦士だなって思いましたねちょっとねもうちょいいろいろ BB 戦士作りたくなってきましたねはいっていう感じでしたもしガンプラね作るのに合わせ目消しとかを頑張りたいなっていう人はもうぜひねこのミスターセメントスーパーパワー これね。試してみてください。かなりいいんじゃないかなと思います。